はい、ちなみにオメガは多分オームとかで変換すると出るような気がする。そうですね、はい。まあ、もう着達だけ。裏剣さん、もしかしてユンキラーなのか、まあ、慣れているのか。静岡でやはりコアッパとやっている経験が生きているんでしょう。ただ勝負もただでは死ぬ男ではないですからね。そうですね。これマック相打ちだが全部当たっている。なんという反応、素晴らしい。見てからメッパと、いやとんでもないですね裏剣。とんでもないです。そして開幕波動が結構当たってる、当たってるという。これは大パンスタート、さすがに豪気。これは減る。なんじゃこれ、ギガスより減ってます。とんでもなくなった。みんな聞いてください、ギガスより減ってます。あ、これはあ、暴れる。投げに行ったら弱達。さあこれは暴れていて、さあこれはショーがリーチ。さあどうする、お互いどう触っていくのか。あー歩いてきた、怖い怖い怖い。さあそこの一瞬の攻防は投げすかりに確定している。ちょっと遠かったか今の。さあどうする、裏剣どうしのぐのか。前方転身、これは美味しい。さあやり直し、やり直し、はい。ガードして、あー危ない危ない危ない。さああれも引っかかったら致命傷になりかねませんが、ここでこれは大変なことになってしまうのか。ここから死ぬんですかこれ。どこまで減るのか。今度こそ、今度こそ。じゃあ完走して優勝したのは翔。